はい、乗りましたけど、これ大丈夫、これすんごいぶっかぶか、大丈夫かい、これは。チャンス、トトでございます。僕はですね、今一人で遊園地に来ております。ああ、びっちょびちょ、水たまりにはまっちゃった。はい、僕は今、サイアムアミージングパークというですね、タイにある、タイで一番でかいのかなの遊園地に来ました。はい、今日はね、もう夏も終わりということで、夏も終わりということで、夏のね、最後に一人で遊園地で全力で遊びたいなと思ってやってきました。はい、僕は人生初めてではありますけど、一人遊園地。ただね、僕結構こういうのは あんまり恥ずかしいとかないタイプなんで、結構全然平気で遊べちゃうタイプであるんですけど、はい、早速ですね、チケット買って入って、行きたいなと思います。なのでこの動画に関しては男一人で遊園地を満喫している動画になります。で、まあ、絶叫ソーで、ね、さっきちょっと聞いたんですけど、ね、今日ちょっと朝スコールが降ってたんですよ。スコールというか雨が降ってたんですよね。で、その影響でいくつかアトラクションが動いてないらしいんです。なので、乗りたいものに乗れるとかね、絶叫系が乗れないとか、まあ、なんかあるかもしれないんですけど、できる限りちょっとフルで遊びきって終わりたいなと思っているんで、お付き合いくださいといったことで、早速アメージングパークの中に入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、早速ね、もう入ってはきましたが、今回エントランスが、普通に多分買ったら、900バーツだと思います。そう、プールとか乗り物全部自由に乗れたりとか、この園内を900バーツで全てを楽しむことができます。でただ僕はね、オンラインで買ったので何バーツなんだろうな、ちょっと安く買いました。ちょっとテロップとか何回出しておきますけど、はい、オンラインで僕は買ったので若干安くは買えてますが、はい、っていう感じです。なんでオンラインで買わずしたら900バーツだし、いくらだっけな、はい、ちょっと金額は出しておきますんで、はい、もし来られる方お好きな方でご購入くださいといった感じでございます。で早速入ってきてね、この優雅なメリーゴーランドが僕を出迎えてくれたわけですが、めちゃくちゃ人がいません。はい、もうなんかど田舎の廃れた遊園地よりいないかもしれません。いや、それは嘘かな。まあ今日ね、土平日なんでね、火曜日です、今日は。はい、あえて火曜日に来たと言っても過言ではないです。そんな感じでね、ちょっと早速行きたいんですが、ただね、僕トイレが行きたいんですよね。はい、なので一旦ちょっとトイレ行きます。はい、ちょっとさ、タイクオリティやべえな、このドラえもん。すげえよ。じゃあそしたらね、とりあえず小手調べということで、まずはみんな大好きでしょ、これ急流滑りでも行っちゃいますかね。さあ行くぞ、レッツゴー。やば、楽しいな。もうすでに楽しいわ。やばい、ちょっと俺今日いや、間違って履いてくるズボン間違ったわ、これ。ベージュのパンツ履いてきて、もうすでにケツびっちょびちょや。おー、よー、いいねいいねいいね、急流滑りっぽいよ。わー、ケツ痛いわ、ケツ痛い。おおおおおお、うわ、びっちょ、何、どっから入ってくんのこの水。え、何これ、後ろ後ろ。おお、冷たい
いよ。うぅ冷た、後ろは効いてへんて、冷てぇ。いやめっちゃ気持ちいい。いつまで後ろ行くのこれ、まさかの後ろ、やばいね。楽しい楽しいわ。え、これどこまで後ろ向き。うお、水めっちゃ入ってきてる。なんか画期的やな。うおうおこれやばくないか。これ水わかります、これわかる、水めっちゃ入ってんだよ。俺濡れてねえのに、俺濡れてないのにめっちゃ入ってくる。どっから入ってくるのよこれマジで。ちょっと今日服装ミスったわ。これもうびっちょびちょよ、ケツ。さあこれが最後。わわ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 わ、ケツだケツだ。え、何この工事現場感。来たぜ来たぜ来たぜ、最後の敵を、来たぜ、行け、レッツゴー。おー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 、ピッ、まさかの二段攻め。聞いてないけどびっちょ、いやー聞いてないけど気持ちいいわ、やっぱ。いやめちゃくちゃ気持ちよかった。あーケツびっちょびちょだけどね、もうこのベージュのパンツ履いてきちゃってるからさ、もうケツなんてびっちょびちょよ。で次はこれね、乗っちゃいますわ。もうこんなの朝飯前ですよ。一応ね、3つ絶叫系があるんですけど、それはもう後回しでね、最後に乗りたいと思います。そしたら OK。 これシートベルトが届かへんけど。おお OK、ブルーゴ、ブルーゴに乗りましたよ。いやいやいや、これぐらいはね、もうね、もうゆっくり空中浮遊楽しみましょうね。 OK レッツゴー。わー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 、結構小回りやなこれ、結構小回り小回り、もうちょっと、うおこれ、うおー結構うおーさを縦横無尽やんけ。おー結構ぐるぐる気分悪くなるよこれ。おーおー、はい、シートベルト緩いよこれきっと。ちょっとシートベルト誰か締めてもっと。おーい、もう本当にこれ縦横無尽、なんなのこれ、うわ気分悪くなるわ。ちょっともういいよ、もういい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 って。ああ気分悪い。いやこれいやもうね、もう怖さなんかないけど気持ちよらさがすっげえ。いやこれ食後乗っちゃダメだよこれ。いやー気分悪い。うわこれ危ねえわ。
いやもうさっきのマジでね、リアルガチで結構気分悪くなった。いやマジで、あれはね、食後に乗っちゃいかんよ。食後じゃねえけど俺は気分悪い。いやちょっとね、まだ気分悪いよ。気分悪いけどちょっとね、お化け屋敷に行こうと思う。真っ暗。え？どこに道があんの？え？あ、道あった。全然わからなかったよ。画面真っ暗ですな。おお。ウォーキングデッドみたい。で、先が真っ暗すぎてさ、足元もわからんのよ。おお、人が吊るされてますよ、ここに。ペース。へい。で、ちょ、マジ足元真っ暗すぎてさ。え、終わり？え、なんか、びっくりした。びっくりした。びっくりしたけど、ちょっと遅いで。人が食べられてますわ。お、右にもなんかあったし。ハロー。ピース。お、なんか終わり？終わりか。はい、出てきましたぜ。全然普通でした。脅かされてびっくりはしましたが、それよりもこう出た後のこの水たまりなんとかしてほしい。僕お化け屋敷は全くもって怖くないタイプでして、反応がめちゃくちゃ薄かったと思います。そう、お化けって全く怖くないんだよな俺、お化け屋敷とか。そうなんですよ。いやー結構楽しんでるよ。もう行っちゃいますかこれね、そろそろね、この絶叫系こいつ乗っちゃいましょう。こいつですよ。まあ、だいぶ気分もね、僕はもう落ち着いてきたんで。ライドオン。おー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 、後ろスタート、後ろスタート、後ろスタート。これ後ろ行っちゃうの？嘘だろ、聞いてないよ。結構登ったよ。うおー、うおー、やー、いやー気持ちいい。うおー、後ろで来るの今度は。
いやおもろいな、気持ちよかったぜ。いやもうタイって後ろ好きだね、後ろバックが好きだね、本当に何でもすぐ後ろスタートするもん。いやさすがにね、ちょっと飯 食わないとね、やってらんなくなっちゃってきちゃった。ガパオライス、ここのフードコートめっちゃ暗いんだよ、電気あんのにね。さすがにね、飯食わずにこの暑さは無理だ。うん、あーやっぱ辛いわ、辛いのしかないって言われたんだけど、どうしてもガパオが食いたくて。うん、今日さ9月の20日火曜日なんだけど、タイって夏休みなの？まだなんかね、小学生か中学生か高校生かわかんないけど、学生がね、むしろ学生がめっちゃ多いんだよね。うん、なんか3、4人組の学生もいれば、なんか十何人で来てる学生もいたり、あとはね、多分小学生だと思うけど、なんか学校の遠足みたいな感じで来てる人たちもいて、休みなのか休みじゃないのかがよく分からんけど、なんかね学生が多い。うん、後ろ映ってないか、これ映ってないよね。後ろね、あのプールがあって、プールもね、あのエントランスで900バーツ払ったらプールも全部入れます。なんか ここのプールがあれなんだよね、なんか流れるプールかなんかがギネス記録持ってるプールらしいですよ。僕行かないけど。よし、そしたらね、食い終わったんで次行きますか。このさ、このなんだっけ、この垂直に上がって垂直に降りてくるやつ、なんだっけこれ、あのフリーフォールだっけ、こう忘れたけどさ、これ乗りに来たのに、これクローズで動いてないよ、入れないらしい、マジかよ。そしたらもう絶叫系をね、残すとこ1個しかなくなっちゃったんで、最後ねアメージングって書いてあるジェットコースター乗りたいと思います。いやー、飯食った後だからガパオライス出てこなきゃいいけどね。はい、乗りましたけど、これ大丈夫、これすんごいブカブカ、大丈夫かい、これはこれマジ大丈夫、これわかるかな、ほら動き始めましたよ、足ブランブラン、イエ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 イ、レッツゴー、やばい、ワクワクしてきた。これが多分ね一番怖いんだよね、この遊園地で。多分行ってきます。おーおー、何このスロースピード、スロー、おー、スロースピード、おー、ヤッホーバンコク、おーおーおー、すげー、おー、ぐる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 、おーおーおー、やべー、気持ちいい、おーおー、カメラの視点変えたいけど余裕がない、ちょっとカメラの視点を変えさせてくれ、ああ余裕がない、ああ視点変わった、変わった変わった、やっと変わった、いやおー気持ちいい、おーおーあーあーあー気持ちいいけど、ちょっとあの撮影には不向きだよ、またぐるぐるすぎても、いやー気持ちいい、楽しいぜー、いやー痺れるわ、これは気持ちいい、
気持ちよかった。いや、あっという間だったね。2分ぐらいか。あ、ちょっと撮影には不向きなぐらいぐるんぐるんしたけど、いやでもね、楽しかったよ。あ、大丈夫、あの昼飯で食ったガパオも出てくる気配なし。はい、ということでこちらのサイアムアメージングパークを一人で遊び倒してみました。最高よ、最高、気持ちよかった。いやー、本当によかった。あのね、なんて言ってもね、まあ、今日平日だからなのかもしれないけど、めちゃくちゃ空いててね、乗り物もストレスなく並ぶことなくパッパッパーと乗れたので、それがすごいよかった。うん。でね、さっきもちょっとね、動画でも言ったかもしれないけど、エントランスで通常だと900バーツかかるんだけど、その900バーツの中にはこの遊園地のアトラクションもそうだし、隣接してる、プールでも、遊べるので、結構ね、1日フルで遊ぶっていうことができる遊園地になってます。なので、ぜひね、皆さんこちらバンコク来た際は一回来てみてもいいんじゃないでしょうか、こういった場所ね。うん、結構ね、外国人特に欧米の方めちゃくちゃ来てました。なので、観光がてらとか、バンコクで他なんか楽しいとこないかなとか探してるそこの皆さん、ぜひ一人でもいいんで来てみてください。結構楽しめます。で、ここは、バンコクから、30分ほどかな、グラブで来ました僕は。で、グラブ代が確か380バーツぐらいで来た気がします。なので30分ぐらいで来れるので、そんな遠くもないし、気軽にね、来れる場所かなと思うので、ぜひ皆さん一人でも二人でも三人でも四人でもバンコク来た際はぜひ立ち寄ってみてください。そしたらね、もう今15時なので、僕はもうかれこれ5時間ほどここにおります。なのでそろそろね、遊び疲れた感じもありますので、これからバンコクの方に戻りたいなと思います。またですね、引き続き、タイバンコクの動画をアップしていきますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。